一体弓はいつ頃から使用されるようになったのでしょうか大昔人類は狩猟、漁労、採集を主とする生活を営んでいました。彼らは石器を使用し石槍で狩猟をしていましたがその石槍をさらに発展させ弓矢を発明したものと考えられています。我が国では少なくとも縄文時代や弥生時代にはもうすでに 弓矢が使用されれていたものと思われます狩猟の道具であった弓はやがて武器として使用され神聖なるものとしても取り扱われるようになりましたそして中世の戦乱時代において弓は武器として最も重要視され弓の技術も研究が進みこれが流派の発生する源となっていったのです。 現在、残っている流派は、壁流系統の流派と、小笠原流です。壁流の系統は、さらに保射系の流れを組むものと、同社系の流れを組むものに分けることができます。陰彩派は、保射としての伝統を今日まで受け継いでいます。竹林派、及びその系統を組む本田流は、同社系の技術を今日に残しています。 小笠原流は、歩者と記者の両方の伝統を持っています。現在、一般に行われる弓道競技は、的前ま28メートルのものが主です。的前においては、流派の別なく、歩者の近畿射法を行うべきだと言えます。また、馬上や投資屋においても、同様に流派に関わらず、騒音の射法によるべきであることは言うまでもありません。すなわち、 目的にあった社法に従うことが大切であることを私たちは認識して使用しなければなりません。そこで本教材は保者として昔からの伝統を持つ壁流印彩派の近畿社法について紹介をするようにしたものです。なお、本教材は社儀に重点を置き、大敗等については他に機会を譲ることにしました。 古来、令は小笠原、社は壁と言われ、近世社術の源泉とも言われる壁流は、その源を室町時代の壁壇上正具に発し、諸派を形成して今日に至っています。壁壇上正具については、出生、没年とも明らかになっていません。また、非実在説もあり、この点については歴史家の研究が待たれるところです。 保者であるインサ彩派は各地に広まりましたが、現存するもので源まで遡ることのできるインサイ派系統は、岡山の池家に伝わる壁東流と、鹿児島の島津家に伝わる薩摩壁流です。両方は共に吉田一水健インサイ先生に、その写術の教えの源を得ています。壁東流という呼び方は、 吉田翡翠院斎先生の着手である吉田久米之助重信先生が将軍家師範として仕えた囲碁の呼び方で今日に至っています。当時碧桃流と呼ぶことは徳川家に限られたことでしたが池田公が将軍家の弓のお相手をした時に池田公が強者に勝ち将軍家より池田家でも碧桃流と呼ぶことを許されたということです。 壁東流がさらにその価値を認められたのは、明治、大正、昭和にわたって中央において活躍した浦上栄井藩士の功績と、正しく伝統を守り育てた徳山勝太藩士の功績によるものです。他方、薩摩壁流の継承者である伊藤信夫藩士一門は、昭和39年の東京オリンピックの際に弓道デモンストレーションとして腰や組み身を実演し、 壁流の武道としての面を遺憾なく発揮し、海外の人々にも大変な感銘を与えました。古来からの伝統ある壁流陰彩派の射術に関して、今日科学的な研究、実験等が行われていますが、不合理な点は発見されておらず、先人たちの射術の連磨、研算のほどを知ることができます。さて、以上、壁流陰彩派について簡単に紹介しましたが、 多くの先人たちが血と汗を流して維持、発展させた写法であることをしっかりと認識して稽古に打ち込みましょう。的を入るに際して、的といて自身の関係を敵中に最も有効であるように決定する必要があります。この位置関係を確保する動作を足踏みと言います。 まず的を左側面にして立ち的の中心を見定めます的より伊て自身の方への架空の直線に沿って視線を移動させますそしてその延長線上に A 点を定め A 点を左つま先で踏みますさらにその延長線上に B 点を定め B 点を右つま先で踏みますつまり 松の中心点と左右両足のつま先が一直線を描くようにしますこれを 一件中積みの金と言います。そして、その踏み開いた時の左つま先と右つま先の間隔は各自の八つかと等しくなければなりません。これを八つかの金と言います。八つかの測り方は、印光の真ん中に矢はずを当て、 順でを差し伸ばして、中指の先端までの長さです。このやつかは、身長の約半分です。また、図の角度 C は60度から70度くらいです。昔は角度を表す単位がなかったので、扇の開き具合によって決めたために、これを扇の鐘と言います。 この一軒中積みの金、安かの金、扇の金の三つの金が整えば足踏みの完成です。 作りというのは、足踏みによって決定された射手と的との位置関係を変化させないで、両足腰の上に胴部を安定させて発射に備える体の構えです。両足は膝から下に軽く力を入れて伸ばします。腰はへそを下に向けるような気持ちで、 軽く腰椎を反らすようにし、わずかに下腹に力を入れます。この時、袴を着用していれば、袴の腰板が背にぴったりとつくので、袴越しの鐘と呼ばれています。状態は自然に垂直に維持し、トーンまでその気分を延長させます。注意しなければならないのは、体の特定の部分に力が偏らないようにすることです。 このように、垂直で前後左右のいずれにも偏らない銅づくりを中の銅づくりといい基本的な銅づくりです銅づくりの応用動作としては「半」「靴」「剣」「体」の銅づくりがあります。 これらは目的と場合によって使い分けられます。半の胴作りは反る胴作りで矢は後ろに外れやすく、まとまりにはよくありませんが、遠距離をいる場合に適しています。靴の胴作りは鏡胴作りで馬の上や船の上など同様の激しい場合や、 鎧を着用した時の胴作りです剣の胴作りはいて正面から見て上体が的の方へ傾く胴作りで的が近いときや的が低いときに適していますいの胴作りは的と反対側に 状態が傾く胴作りで遠距離や的が高い時に適しています。これらの応用動作は基本的な中の胴作りを習得してこそ可能なものです。まずはしっかり中の胴作りをマスターしましょう。 やつがえ、とりかけ、手の内、物見の,の各動作が完了した形をゆがまえと言います。まずやつがえから説明しましょう。やつがえは図2のように右側の境目から鋤に垂線を下ろし、その点を R とすると、はずの下際が点 R よりもはず1個分高くなるように書けるのが普通です。 ここが点 R です。はず1個分高い位置がここです。 次に、取りかけです。正しくやつがえをした後、つるを体の中央に位置させて、つがえられた矢はずより下方約10センチくらいのところに、湯掛けのつる枕をつるにかけます。右親指を曲げないようにして、中指で帽子の頭に最初の指の折れ目をかけ、 人差し指をこれに添えます。両手とも同じ力で帽子を押えるようにします。少しひねりを戻して、鶴に沿ってすり上げます。 そして、帽子の上部と矢との間隔が5ミリか6ミリくらいのところで止めて、静かに内側にひねります。この時、すると帽子の軸とが直角になるようにします。次に手の内です。手の内は、業者の効率を最上にしようとして考えられた弓の握り方です。日本級の構造上、 弓を伊手の頭上から見て、時計の針と反対方向へねじることが絶対に必要とされます。このことは、さまざまな実験によって明らかにされています。それでは、どのように握り、どのように手の内を働かせればよいのでしょうか。まず、手の内の働きのために、最も合理的な握り方から説明していきましょう。 引きかけをした後、両手を左方に移し、ユンデの親指と人差し指の股の中心を、弓の前だけの右と左の火が7対3のところに当てて、その部分の皮をしっかり巻きつけ、押し付けるようにこき上げて握る位置を決めます。天文筋を弓の戸だけの左角に当てて、 小指を親指にできるだけ近づけて、そばきを握ります。そして、薬指、中指の順で握りますが、中指が入りにくい場合でも、親指を上げたりせずに、無理に薬指と親指の間に差し込むようにすることが大切です。 この握り終わった手の内の形を、もみじ重ねの手の内といい、筋的における最も合理的な握り方です。そして、打ち起こし3分の2、詰め合い、伸び合い、やごろの各々の場合に応じて、手の内を崩すことなく、少しずつねじる力を増して、やごろに至って全力で弓の右角を押しねじります。この時の力の中心点は、 左親指の根、つまり、つのみにあります。これがもみじ重ねの手の内の働きなのです。取りかけ、手の内が完了したら、左母子根、つ身みで弓を10センチくらい押し開き、頭を自然に的の方向に向け、しっかり的の中心を見定めます。物のは、 顔を90度左に向け、両目で正しく的を見よ。などという説がありますが、これは個人の骨格を無視したものです。昔から物見は目尻、目頭と言われ、左目は瞳が目尻に、右目は瞳が目頭になるくらいが無理がなくてよいでしょう。無理のない自然な物見を心がけましょう。 以上で湯構えが整いましたさてこれからの地は動的な運行です的の中心を見定めたまま静かにメテオシュユンデオ1として打ち起こします打ち起こしの終了した位置は年を取るに従って低くなる傾向にあります従って 修行の初期においては、なるべく高くしなければなりません。両方の肩が上がらないことを限度として、できるだけ高く打ち起こしましょう。そして、打ち起こしたときに、矢先がわずかに低くなるようにします。矢に水を落とせば、はずから矢先に向かって、水が流れる程度に先を低くするということで、水流れと言っています。これは、 ゆんでの手の内が下押しにならないように、少し上押し気味に引っ込む必要からで、打ち起こし以後、詰め合いまで注意しなければなりません。また、打ち起こした時に、矢をおよそ的の方を向いているようにします。そして、左肩が極端に抜けたり、極端に前に出して突っ張ったりしないように注意しましょう。 打ち起こした位置から、弓で矢をするごとく、的の方へ左手で弓を押し、これに対応して、右手を絵はずの方向に引きます。この時、左右に偏ることなく、平均に押し引きをします。そして、目手が耳を少し越すあたりに来て、矢がちょうど眉の高さのあたりに来た時、力を少しも緩めずに引き分けるのをとどめます。外観上はとどまっていても、 力は絶えず左右に働き、決して休まないようにします。この形を三分の二と言っています。三分の二は、写術上次のような意義があります。一、釣道を伊手が検討する手段となる。二、左右の力の入れ方、釣り合いを検討できる。三、自己の体力と弓との釣り合いを調節できる。 4. 的の遠近工程を左手を基準に知ることができる。現在の的前は、射距離や的の高さの規定があるために、4はあまり必要はないと思いますが、1、2、3は現在の的前でも大変重要なものです。もう少し具体的に説明してみましょう。3分の2の時に、左手首のあたりを見通して、的と 手首の関係が平常の関係と異なる場合には、的の遠近工程が違うことが考えられます。あるいは、現在の競技のように、距離が一定の場合には、事故の詐欺が平常通りに行われていないことが考えられ、その修正をすることによって、平常通りに戻すことができます。また、給力が平素の事故の給力より強い場合は、 三分の二に費やす時間を短くし、反対に、給力が弱ければ時間を伸ばして、回における感覚の変化を少なくして、発射に対する感覚を平素の感覚に近くすることができます。事故の手慣れた意味でも、体力の疲れなどを感じるときは、三分の二の時間を短くします。このように三分の二は極めて重要な意義を持っています。 おろさかにしないように修練しましょう。 世間では一般的に弓を引き絞った形を貝と言っています。貝の要素をさらに三つに分けると、詰め合い、伸び合い、やごろとなります。大切なことなので三つに分けて説明していきましょう。 詰め合いは形の上で発射に必要とされる要素をすべて揃えることです。すなわち、三分の二より左右に引き分け、身長の半分のやつかを引き終わり、矢が頬骨の下につき、狙いが完成し、胸鶴がついた状態が詰め合いを構成する四要素です。この四要素は、 詰め合いに入るときに同時に行われ、遅い早いがあってはなりません。事故の八つかについては、足踏みのところで測り方を説明した通りです。 矢を頬骨の下につけることを頬付けと言っています。頬付けは常に一定の位置につけるように練習します。身長の約半分のやつかを引き収めて最初に自然につくのは頬骨の下なので、この頬骨の下を目当てに練習すると良いでしょう。狙いの工程は、いての技能。 弓の力の強弱、矢の傾聴、重心の位置などにより定まるので、試行錯誤を繰り返して定めます。左右は、射て自身が確認することができないので、第三者に正確に点検を受けて、的と弓の関係を視覚により脳裏に刻み込みます。鶴が胸に接触していることを胸鶴と言います。 ムナズルがついていないと耳が安定せずふらふらしてしまいます。これらの四要素について注意しながら練習してみましょう。 詰め合いに入り、ユンででは弓を伏せ、かつ押しねじり、目手ではユンデの力の入れ方に応じてひねり、かつ締めて、じりじりと引っ張っていきます。伸び合いは、外観上では、他の動作のような、はっきりとした動きはありませんが、決して力を休めず、左右に押し引きしなければなりません。そうすることにより、左右の平均と、 緊張を保持することができまた離れの時期を誤らず良い離れにつながるのです伸び合いのタイプを分類すると。 引くやつか、引かぬやつか、ただやつかに分けられます。引くやつかは、詰め合い後、じりじりと矢を押し引きして、やつかが伸びることです。引かぬやつかとは、弓によって消費される力と、全身で補う力がほとんど釣り合って、ただ、発射の木をつかむための、極めてわずかな力が、弓の力に上回って働いているという、至難の技です。 ただやつかは、詰め合いに入ったけれども力が緩んだり、締まったりして一定しなかったり、現状を維持しているだけの固着した状態で、初心者や時間の長い回を求めようとする意見が陥りやすい病壁です。そもそも、伸び合いの深さは時間のことではなく、実質的なものですから、伸び合いが何秒間ならよしとするのではなく、実際的な、心、気、力の充実度に目を向けて練習しましょう。 やつかの極限は引かぬやつかとなり、やつかに現れずにやごろに至り、離れるので。平常は引くやつかを修練して、引かぬやつかの体得に努めましょう。前に説明した伸び合いの努力を続けていくと、誰でもある極限に達します。例えれば、張り詰めた糸がまさに切れようとする時の状態なようなところです。 この伸び合いの極限状態をヤゴロと言っています。ヤゴロの時間は本当にわずかなもので、ヤゴロに達した瞬間には、やは放たれていなければなりません。ヤゴロであるから離れたのか、離れたからヤゴロなのか、と言われるほどの瞬時のものです。それでは瞬時なものであるヤゴロをどのようにして体得すればよいのでしょうか。よく。 自然の離れと言われることがあります。自然の離れと言っても、これは自然に離れるのを待つことではありません。よく修練された相手が、日常の修練によって得た矢後の瞬間に、よし、という確信のひらめきのもとに、角みを聞かせてメテと一緒に話すと、それが第三者から見ると、まるで自然に矢が離れていくように見えるので、自然の離れと言われるのです。 待っていても決して自然の離れは望めません。伸び合って伸び合ってここだと思ったら角目を引かせてメスと一緒に思い切って話してみましょう。離れは絶好の時期に自分で話すことによって修行が始まります。その積み重ねによってやごろを体得でき真の離れを知ることができるのです。 日本級の特徴として、湯返りという現象がありますが、初心のうちは湯返しとなりやすいので注意が必要です。正しいつのみの働きを覚えるまでは、湯返りを止めるつもりでしっかりんでを締めることが大切です。 そうしなければ、いつまでたっても正しいつのの働きをうることができません。しっかり頑張りましょう。斬新とは、矢を発した後の姿勢を変えず、心身の緊張が元に戻るまでの状態を言います。 外見的な形を言うときには、斬新の文字を使い、精神が全活動を終わって静かに元に戻るときのその間を言うときには、斬新の文字を使います。斬新での両腕の位置は、 正常の意図ならば、ほぼ水平の形を通って止まります。つまり、こ小し、用肩が一直線となって、銅と十文字になります。詰め合いの時から伸び合いまで、左右均等に理想的につのみが効いた場合の離れでなければ、このような斬新は実現しません。 今伊手の前正面から斬新を見ましたが伊手の右側面から見るとどうでしょうか両腕が後ろに開き体を割り込んでいます。 このタイの割り込みは、習い始めの頃から習慣づけることが大切です。タイの割り込みのあるいは、伸び合いもある、緩まず、したがって的中も良いと言えます。 斬新の後、湯倒しをして足を閉じて終わりです。それでは通して見てみましょう。 以上、弓の技術について説明しました技も心もひたすら弓を引くことによって向上すると言われています一つ一つおろそかにしないようにしっかり稽古しましょう